現場から最新情報を伝えてもらいます。久坂さん。はい、今朝通報があったテニスコート付近に来ています。朝から警察や市役所の方などが熊の足跡や糞などの痕跡を探していますが今のところ見つかっていません。9時半ごろまでは警察が周辺のパトロールを行い外に出ている住人に対して家の中に入るようにと注意を呼びかけていました。 先ほどこのマンションに住む方にお話を聞いた,にお話を聞いたところ30年近く住んでいるけどクマが出た情報はないし驚いていますとお話ししていましたそして今、私がいるこの遊歩道はランニングなどの利用客も多いですし近くには300メートル先に工場小学校もありままますす今日は集団下校を決めています、ま、だ警戒,警戒が続きます